こんにちは、ドロップです。今日はセリアのジェルとペトロとプリジェルの別光ネイルで比較をしていきたいと思います。まずはペトロのカラージェルの85番、260番、261番とトップコートとしてプリジェルのキャンジェルを使っていきます。筆はミトスのオーバル筆を使っていきます。毛先が硬いのですごくジェルを扱いやすい筆となっております。ではまずペトロの260番をチップに薄く1層乗せていきます。こちらのジェルは透け感のあるジェルなので、地爪に乗せると爪の白い部分も透けるお色になります。全体にワンカラーを乗せた感じがこんな感じです。硬化していきます。続きましてペトロの85番と261番でペッコーネイルの濃い部分を作っていきます。まずは濃い色が馴染みやすくなるようにペトロの260番を2度塗りワンカラーでのせていきます。ワンカラーをのせ終わったら固めずに85番を筆に取り、ポンポンとジェルをのせていきます。筆は撫でるようにというよりかはもう本当にチップに対してポンポン叩くようにのせていくのがポイントです。こんな感じです。で、3箇所濃い色をのせ終わったら、黄色い部分と濃い部分の間をぼやかすように261番、ちょっと薄い透明感のある茶色をポンポンとのせていきます。はい、でこの時260番の薄い黄色、固めてない色と261番の薄い茶色を混ぜるように薄くのせていきます。こんな感じです。濃い茶色をのせ終わったら、もう少し暗い色を表現していきたいので黄色260番を取って、最後濃い部分と黄色の部分、薄い部分の上からのせてぼやかしていきます。ここまでの工程でまだ1回しか硬化してません。薄い黄色をのせ終わったら固めます。ペトロのカラージェル3色のせ終わった感じがこんな感じです。2度目の硬化していきます。で、最後にプリジェルのノンワイプトップコートをのせていきます。プリジェルのノーワイプトップは固めた後の未硬化ジェルが残らないので拭き取りは必要ありません。セリアのノーワイプトップが代用品になります。ペトロとプリジェルで作った別光ネイルはこちらになります。続きましてセリアのジェルネイルで別光ネイルを作っていきたいと思います。セリアのジェルネイルは1本110円のすごいコスパがいいジェルです。まずはセリアのイエローをアルミホイルの上に3滴垂らしていきます。セリアの茶色を持っていないので赤と黒と黄色のジェルを混ぜて別光のカラーを作っていきたいと思います。一番左を黄色、真ん中を薄い茶色、一番右を濃い茶色の色を作っていきたいので、真ん中と右側にだけ赤と黒のジェルを混ぜていきます。右側だけ黒のジェルをちょっと量多めで混ぜていきます。セリアのジェルは顔料が多く含まれているのですごく発色がいいです。透明感を出すためにノンワイプトップも足していきます。混ぜるジェルの準備ができたらミトスの筆で混ぜていきます。はい、3色混ぜ終わったのがこんな感じになります。一番左側が透明感のある黄色、真ん中が明るい茶色、一番右側が濃い茶色になります。まずはじめに左の薄い黄色を筆に取って1層ワンカラーでのせていきます。のせ終わったら硬化していきます。こんな感じです。続きまして黄色のカラージェルをもう一度のせていきます。こちらは固めずに茶色を上からのせていきます。レトロのカラージェルで作った時と同様、濃い茶色を筆にとってポンポンと右上、左の真ん中、右下にのせて筆をポンポン叩いてなじませていきます。この時も黄色のカラージェルとなじむように筆を茶色をのせていきます。こんな感じです。このまま固めずに真ん中の明るい茶色を濃い茶色と薄い黄色の間をぼかすようにのせていきます。
筆はペトロのカラージェルと同様、こするようにのせるのではなく、ポンポンと叩くようにのせていった方がよりべこ感に近づきます。茶色を全体にのせて、上から黄色でぼかした感じがこんな感じになります。硬化していきます。最後にノンワイプトップコートをのせていきます。セリアのノンワイプトップコートも硬化した後未硬化ジェルが残らないので、最後の拭き取りは不要のジェルになります。これが110円はすごいコスパが良いと思います。塗りやすいです。ツヤもツヤツヤですね。硬化していきます。はい、セリアで作ったべっ甲ネイルがこちらになります。こちらをペトロのカラージェルと比較していきます。はい、左2個がセリア、右2個がベトロになります。セリアの方がちょっと白っぽくミルキー感がありますね。右のベトロの方がリアルです。最後にミトスの筆ではなくセリアの筆だけで作ったべっ甲ネイルを紹介していきます。すごい筆が硬くて、でジェルも透明感がないので混ぜるのが大変でした。なんかちょっとぼやけてるべっ甲ネイルっていうよりかはマーブルネイルに近いようなデザインになったので、比較することはできなかったんですけども、まあ、こういうマーブルがお好きな方はすごい可愛いデザインだと思います。可愛いかな。はい、こんな感じになりました。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。